うもこんにちは。レウッドの開発の系じゃない方 のマーケの系です。今回はですね、WPL の C14 を、この金曜日の仕事終わりにですね、こう2台塗っていくっていう動画になります。で、C14 なんですけど、結構 WPL のラインナップの中では、まあ、塗る箇所が少ないですね。リアがフラットデッキになってるので、ほとんど塗らなくていいっていうことで、もうボディ あのメインのパーツと、あとは後ろ あのバッテリー格納するとこですね、もう塗れば大体 OK かなっていうような感じなので、結構塗装デビューにはおすすめな車体ではあります。で、磨きは今回240番から400-600番っていうふうに磨いてるんですけど、まあ基本マット塗装で仕上げるので、そんなに高い番手までは磨かないですね。で、続いてはサフ拭きですね。で、結構サフ拭き苦手なんですけど、ドイツパワーがあるんでゴリゴリ濡れちゃいますね。で、正直サフに関しては缶スプレーでさっと塗ってしまうのも結構おすすめなので、まあ、家に塗装環境ない方はサフでガンガン塗っちゃってください。で、今回ですね、ギアミッションのコラボ車体ですね、私E14のオリーブとコヨーテですね、もう1台ずつ塗ってってる感じです。早い早い。ニトロコンプ V2 っていう、まあ、かなりパワーの強いコンプレッサー使って塗ってるんですけど、基本はパワーが強すぎるんで、まあ、半分ぐらいにパワー下げて、で、塗った方がいいよっていうふうには言われてるんですよね。あんま時間がなかったので、今日もあとは金曜の夜中に2台仕上げたかったっていうので、フルパワーで吹いてみてます。で、まあ、塗り方見てもらえれば分かるんですけど、僕も全然お世辞にも上手さに言えない感じです。でも今回は結構コンプレッサーのパワーがあってすごい綺麗に塗れましたね。こんな感じで普通にめちゃくちゃ塗れてるんじゃないですか。早いし綺麗ですし、綺麗に印刷できたんじゃないですか。細かいとこはちゃんと外さないと、ピンターズ取るのがめっちゃ大変だぞ。お、
う感じでサクッと作ってみました。金曜日のモカツ C14 ギアミッション、まあ、あの完成までいかなかったんですけど、思いのほか進んだ気がします。で結構よくできてるんじゃない。結構よくできてます。いや良かったです。作ってかっこいいですね。この色かっこいいですね。ということでありがとうございました。はい、そして本日の MVP はこれです。まあこれあのボトル販売したからそんなに超がっつりは使ってなかったんですけど、今日結構がっつり使ってみて、めちゃ使いやすいですね。で何がこれ勝手にあの僕がシール貼ってあるだけなんですけど、何がいいかっていうと、結構このシンナーを使ってだいぶこうバーって使った感じがしたんですけど、こんなんしかやってないですよ。こんなんです。でも結構ドバーって出るんで使った気がするんですけど、全然使ってない。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、そのぐらいなんかシンナーの節約にもなりますし、多分環境にもいいですよね。全然こんな感じで、この容器マジでおすすめです。めちゃくちゃ汚れ汚いですね。塗装ですね。ということで金曜日のおかつお疲れ様でした。です。足りるとすぐできますよ。はい、そうね。ここできたよね。どうかな、いけてるかな。どうでしょうか。こんな感じです。さてちゃんと窓枠濡れてるかなっていうので取っちゃいます。自分の指の汚さが気になるな。まあちょっとなんかちょっと、うわマジ汚れちゃってるな。いやそんなに上手じゃないですね。こう微妙に残ってしまった。気になるといえば気になりますよね。指揮に立ってるかな。うん、いいんじゃないですかね。縁塗るとかっこいいですよね。
ということで今回はあのギアミッションとのコラボカーですねの C14 を結構スピーディーに塗装してみました。で C14 が塗るパーツがあんまり多くないのでこういう塗装をデビューするのに結構おすすめな車体になります。で特にこういうあのオリーブとかこういう手で塗ると武骨でめちゃくちゃかっこいいですね。なんか缶スプレーなんかでも気軽にできるんでぜひチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。